はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ルルシです、本日はですね、新しくリリースされることになりましたアプリゲームの広報活動をね、お手伝いさせていただくことになりました。ありがとうございます。はい、でそのアプリゲームというのがヴァルキリーコネクトというアプリゲームになります。こちらね、とても素敵なゲームになっております。今後ね、応援団としてね、こちらのゲームのね、魅力を少しでも皆さんにお伝えできればと思っております。はい、で私ね、ちょっと事前にこちらのゲームをプレイできるということで、ちょっと早速ねプレイしてみたいと思います。はい、で皆さんにね、1点お伝えしたいことがございます。事前登録もう開始しております。はい、なのでね、事前登録の URL を私の概要欄にね、動画の概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さん事前登録してみてください。ではね、早速プレイしていきましょう。はい、ではね、早速ヴァルキリーコネクト、いち早くプレイさせていただきます。こちらリリース前なので、まだゲーム画面を皆さんにお見せできないんですけども、その代わりね、私の言葉で、できるだけ魅力を伝えたいと思っておりますので、よろしくお願いします。で、まず最初に私、こちらをプレイしてみて思ったのが、グラフィックがとても素晴らしい。素晴らしい。RPG 系のゲーム、特にこのグラフィックの雰囲気で、このゲームのね、世界観がかなり伝わってくると思うんですけども、こちらかなりファンタジーな感じで、私大好きです。こういう感じ。グラフィックの、イラストの雰囲気なんですけども、ベタ塗りのカチカチとしたラインではなくて、例えるなら油絵のようなね、滑らかな、ちょっとね、イラストなので、とてもね、美しいんですよ。私はこういう感じのイラスト大好きです。なのでね、キャラクターデザインもとても素晴らしいので、かなり、モチベーションが上がるかと思います。はい、で早速ね、バトルの方をしていきたいと思います。はい、ではしていきます。こちらバトルの特徴なんですけども、オートバトルがございます。私このオートバトル、だいぶ助かります。なぜかというと、女子は特に化粧をしながら、髪を巻きながら、このゲームができるというのは、だいぶポイントが高いんでございます。はい。まあそうですよね。だって化粧と髪やって1時間ぐらい、だいたい1時間ぐらいを、まあ、ゲームできるわけですから、だいぶ私にとっては嬉しいんですよね。はい、ではね、早速バトルしていきたいと思います。もちろんオートじゃなくて、自分で操作もできます。はい。あー、そしてですね、音楽も素晴らしい。臨場感溢れますね。グラフィック、そして背景とかもすごく凝っておりますね。で、こちらね、イラストとかだけではなく、声優さんもとても凝っております。豪華声優陣が揃っておりますのでね。動きも滑らかですね、とても。そう、この必殺技とかの、必殺技のね、演出も素晴らしい。はい、実際今バトルしたんですけども、とても素晴らしい。キャラクター自身だけではなくて、グラフィック、周りのグラフィックも素晴らしく綺麗です。そして動きも結構滑らかなので、ストレスなくプレイできるかと思います。いやー、今後ね、正式リリースが待ち遠しいですね。はーい。はい、てなわけで今日はね、私、ルルシが、ヴァルキリーコネクトの、応援団をさせていただくことになりましたっていうお知らせと、あといち早くね、リリース前にプレイさせていただくことができましたので、こちらのね、感想というものを皆さんにお伝えしたくて、こういう動画をね、作らせていただきました。はい、ではね、次回のヴァルキリーコネクトのね、紹介動画でまたお会いしましょう。では今日はありがとうございます。最後までご覧いただき、とても嬉しいでございます。では次の動画でまたお会いしましょう。またねー、ルルシでした。じゃあねー。